はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。大金があったら何使おうっていうことで、まあこの大金っていうのがどのくらいの大金なのかっていうのは分かんないですけど100万円ぐらいだったら100万円ぐらいだったら、まあ多少自分の服とか下着とかを買ってしまう。まあ半分ぐらいは、まあ50万ぐらいだったら50万円ぐらいは旦那にちょっと預けて、あのね、すいませんという感じで、あのお出すかも。これでまあどっか遊びに行きましょうっていうふうに言うか、まあ貯金するかですね。うん、あと髪の毛切るとか、あとちょっとね、廃棄したいものがいろいろとあるんで、それの廃棄費用にしようかなと思っています。まあもちろんね、100万円で全部賄えるかっていうと、意外や意外お金かかってしまう場合もありますんでね、100万円で、こと足りるかっていうと足りないかもしれないし、ね、高須クリニックのあの社長みたいに、社長じゃないか、院長か、院長みたいに、まあ、ポーンと寄付をできるか、まあ寄付をするとなると10万円ぐらいとか、本当に全額払えるかというと、ちょっとやっぱ人間ですから惜しい気がするんですよね、どうしても、だからまあ10万円5万円ぐらいをそういう赤十字関連のところでこうね出すっていうのかな。まあ1000万5000万1億10億ぐらいあると、まあそれはそれで違うかな。本当にさ、向こう5年10年ぐらいのさ、その税金、まあ車の車検代だとかそういうのを含めて支払える額だったら、ちょっと本当に払いたい、駐車場費とかね、その1億10億ぐらいだったら、なんかぼったくられそうな感じもするけどね、まあ、あくまでも私の感覚なんで、それでね、あの多少何年間か5年10年タダでいられるならね、ちょっと嬉しいかもしれないけど、まあまたなんかその10年後にね、またまとめてお願いしますとか言われたらちょっと嫌だけどね、なんか話がまとまりがない状態ですけど、皆さんどうでしょうか、教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。